大家族石田さんち子育て最終章を見ました。これは18年前から始まったまあまあ金持ちの大家族ものとして有名なシリーズ。18年もやってるから今一番上は35歳、下は19歳で子育てはほぼ終了しててほとんどが家出て行ってるんです。だから誰がグレたとか家庭内の喧嘩とかそんな事件もなくて、今回はお父ちゃんの退職金を家族の誰に預けるかっていうまあまあ地味な話題で2時間引っ張ってました。でも印象に残るところもちゃんとありました。それはお父ちゃんとお母ちゃんがリビングにいて2人とも20秒ぐらい無言の場面、これは一体何を見せられてるんやと一瞬思ったんですが、何回も見返してるとどうやらそこではどっちがストーブのスイッチを入れるかっていうのを牽制し合ってたみたいなんです。あんた何やってんのよ。さみーよ、ストーブのスイッチ入れてほしいんだよ。それぐらい自分でやりなさいよ。っていうかあんた手伸ばせば届くんじゃないっていうようなやり取りが2人の心の中だけで行われてたんです。これが玄人受けしそうな関節の取り合いばっかりする格闘技の試合みたいで、まあまあ見応えあるんです。結局お父ちゃんが根負けしてスイッチ入れることになるんですけど、結婚して30年以上経ったら無言でこんな高度なやり取りもできるのかと思いました。次はどんな攻防を見せてくれるか分かんないんですけど、大家族ものは家庭内の事件だけが見どころじゃないやなと感じた放送でした。でもよく考えたらこれ家にほとんど子供もおらんし、もはや大家族ものって言えへんような気するんですよね。